周辺斎島は、瀬戸内海栄諸島の島。有人島である。時灘にぽつんと浮かぶ、有人島。豊島の南約 6.0km に位置する。豊島は、秋名田と、美島街道によって、本州の広島県呉市中心部とは結ばれているが、斎島は結ばれておらず離島になる。全島域が郵便番号734-0103、呉市と与浜町斎島。 面積0.70平方キロメートル、周囲約4.3キロメートル。大部分が山地で、平合わせい。地質はほぼ河口岩。気候は、瀬戸内海式気候。周辺は良質な漁場であり、冬になると、阿ビが飛来し、島の北側の海域が、阿弥都来群有海面として、国の天然記念物に指定されている。集落は北側に一つのみ。 2015年現在で人口は10世帯15人。住民の最年少でも2016年現在で60歳以上、高齢化率は2005年度で72.4%となったが2010年度で66.7%まで下がっている。人口減少率は二千年から二千十年までの十年間でセントとほぼ半分まで減っており、将来的には 集落維持が困難になることが懸念されている。一方で高齢化率の数字でもわかる通り、島外からのこの地への移住者が出てきているのも事実である。上水道は本州から直接つながっておらず、島外から船で運ばれ島内の簡易水道施設に供給する形をとっている。下水道は未整備区域。診療所はあるが、常駐医師はいない。携帯電話は 利用可能、CATV 網が構築されており、ネットにもつながる。島の主要産業は、漁業、農業。特殊漁である、アビ漁が有名。柑橘栽培が行われていて、2013年現在では、害獣被害が深刻なもので対策が必要とされていた。ただ2015年現在で、双方とも事実上廃業している。この島は、 古来から神の宿る島として信仰され、海上高校の安全祈願が行われていた。時内神皇から平白を賜ったという伝承が、この島の名の由来である。島にある昼寺神社は、もともと災害神皇を祀る者であったと伝わっている。一方で、この島では遺跡、古墳、古城跡など、埋蔵文化財は発見されていない。天正16年、 豊臣秀吉の海賊停止令の中では、伊群士までは、海賊行為を禁止したにもかかわらず、まだ出没していると名指しされており、伝承によると、当時の島民は秀吉により虐殺されたという。昼寺神社が創建されたのは、寛永年間で、昼の被害に悩まされた住民が、昼寺と祖三、なる命を祀ったのが、始まりと伝わる。阿弥陵が始まったのは、 元禄年間あるいはその少し前と言われている。近代以降の行政区分としては、1889年村政止校により、豊浜村西島、1969年町政止校により、豊浜町西島、2005年市町村合併により、呉市に編入された。近代以降の人口は最盛期で546人いた。記録が残るが、現代に入り住民減少が続いている。 当時島には小学校も存在していた。1931年阿トラ来軍有拐面として天然記念物の指定を受けている。阿弥自体は1982年には900羽が飛来していたが、瀬戸内海の環境変化や密漁事件によって1989年以降は100羽台の飛来数にとどまっている。この地で盛んだった阿弥漁は1988年。 以降は行われていない。人口減少により並行していた小学校を用い、1997年、宿泊施設兼浴び漁の資料館として、網の里い月を旧豊浜城が整備したものの、集客力減少により2009年に休館している。近年は、当該から移住してきた住民が中心となって、野外ライブを開催し、集客を集めている。ありがとうございます。